バジェ大学はサンティアゴデカリ、バジェデルカウカ県に本部を置くコロンビアの国立大学である。1945年に設置された。コロンビア南西部において最大の高等教育機関である。2007年度には学部生約2万6千人、大学院生2425人が在籍し、コロンビア国内でも3番目の学生数を誇る。百四十五年に バジェデルカウカ県によって設立された。サンティアゴデカリ市内に2つのキャンパスがあり、同じバジェデルカウカ県内の複数の自治体と、近接するカウカ県にブランチキャンパスを保有する。カリ南部のメレンデス地区に位置するメインキャンパスには、大部分の学部が集まっており、工学部、人文学部、理学部、芸術学部、経済、社会科学などの幅広い分野で、学部税や、 大学院生に教育プログラムを提供している。カリのサンフェルナンド地区に位置するセカンドキャンパスには医学部や経営学部があり、その中でも医学部は国内外から高い評価を受けている。バジェデルカウカ県のブランチキャンパスはパルミラ、グアダラハラデブがカエセドニア、ブエナベントラ、ユンボ、トゥルア、サルサル、カルタゴにある。カウカ県のブランチキャンパスはサンタンデルデキリチャオにある。 ありがとうございます。